デアイランドポッドキャスト、えー、ユうスケです。ベイエリアンテックカンパニーで働いています。今井友明です。ベイエリアにあるスタートアップでエンジニアとして働いています。ユダデアイアイランドでは、ベイエリアで働くソフトエンジニアが気になったトピックを緩く紹介しながらトレンドを追っかけていきます。というわけで、最近どうですか、今井さん。最近は、最近、あ考えてなかったな。えー、っと、ああえー、っと、じゃあ、ゆしゃんを始めて1か月経ちました。<laughs> はい、どうですか。はい あ全然もう普通ですね。うん。なんも問題ないです。あの、今まで、なんていうんですか、やってなかったのはなんでだろうぐらいな気持ちですね。お<ー>うん、すごい楽だし。何が、何がいいですかなんかシャンプーしないっていう、それだけで、なんか、すごい気楽な気持ちです。お風呂入る時も、なんか、頭、ふんふんふんって、シャワーでやって。 まあ、あと石鹸使って体は石鹸で洗うんですけどそれだけなんで、はい、うんいいですねあと髪の毛がなんかすごい元気になっちゃって寝癖がすごいとか<お>そういう問題はあるんですけどへえ<ー>はいボ,ッサボサさぼになりますね朝なるほどはい新しいですねそうびっくりしちゃいますねあの髪型には <laughs> ちょっと惹かれましたねあの家族に 寝癖がすごくてですね。寝癖がすごくて。<ー>もうすぐ、朝ったみたいにバーンってなるから。<laughs> そう。そう。まあそんな、あの、大したアップデートはない感じですね。あ、はい、あもう一個、ごめんなさい。もう一個やりました。M2Mac に変えました。今日はだから M2Mac でレコーディングしてます。なるほど。ええー、<れ>詳しい設定とかは、過去のエピソードを聞いていただければ、そうですね。わかるという宣伝ですね。はい。宣伝にもなってます。あの、ほぼあれに沿った形で、はい、 あのアップデートしてもう1からフルスクラッチでやりました、うん、おお<ー> M2 めっちゃ快適ですね電池が全然減らないです M1Mac 持ってたんでしたっけ ?M1 持ってないですねああ<ー> MacBook Pro 使ってました2018年のいやもう M1 以上の Mac であればもう全然いいですよねはい、うん、めっちゃ快適 M2 使ってますか M2 の MacBook Air, Mac Air と <M> Pro, Pro も使ってますね 両方ともじゃあ、そっか、片方 M1 プロとか。えっと、M1 マックスです。M1 マックスですかマックス。いいですね、これは。めっちゃきびきび動くし、熱くならないし、うん。画面が小さいのもそんなに気にならないから、うん、まあ、かなり満足ですね。これ、エクスターナルディスプレイ使ってればそんなに気にならないですしね。そうですね、うん。うん、それもそう。 なんででいい感じですなるほど。すさんはどうですか僕はですね、えー、1週間のハワイバケーションの後、今、東京に来ております。はい。帰省ですかああ、みたいな感じですねあの。美味しいものを食べながら働いてみようという。うはい、去年、去年、ハワイでワークフロムホームして、ホームじゃない、ワークフロムハワイを2ヶ月ぐらいやってたんですけど、今年はちょっとワークフロム東京してみようかなと思って。 あじゃあ結構しばらくいるんですか 2>, す2週間トータル2週間か3週間から東京はの予定ですねうん,うん、うん、どうです今のところあのご飯が美味しいですよオフィスも来てて、うん、オフィスもすごい綺麗だしあとオフィス使えるす、ね、使います使えます、うん、あのバッジは同じシステムなんで、うん、オフィスもすごい綺麗だしご飯も美味しいしうんもうご飯が美味しいにつきますねうん 運動不足になりそうですけどどうですか？<laughs> それはジム行ってるんで大丈夫です。あ、そうなんですね。もちろんクロスフィットジムは見つけて行ってますよ。<laughs> 短期契約で。そうそうそういろいろありましてね。そうそう。はい。あ、そうなん、ね。そんな感じですかね。はい。いい感じですね。そうあのー、やっぱでもソフトエンジニアとして働くならカリフォーニアはいい環境だなっていうのを再認識してます。あ、それはどういった点で？ オフラインコミュニケーションができるってうのはプラスだと思うんですよね、うんあの。特にシステムのシステムデザインソフトウェアのデザインとかする時とか API デザインとかする時のコミュニケーションのスピードってやっぱオンラインでもできなくはないんですけどストレスレベルがちょっと違うと思っていてうそれはやっぱり日本でリモートで働いてても一緒だよって思うかもしれないけどやっぱり 人がいるところに行くってのはいいかなと僕は思いますね。うん,うん、うん、確かに。や、うん、めっちゃ遠いです、それは。はい。うん。そう。何よりあとは、あの、家とかからね、働いてると東京だと狭いんで、家が。はいはい。うん、それはそれでちょっとね、あの、目入りますよね。<laughs> うん。<laughs> うん。まあそうでしょうね。はい。家<の>ただ、うん それ以外は素晴らしいですあの家の住居環境とか気温とか考えなければ人もたくさんいて楽しいしご飯も美もしいし、はいし、うん、インパクトフルな仕事も国内においてはできるし、まあ、楽しいなって感じですねメタ社ちなみにオフィスって東京にしかないんですかそうですねあの日本はそうです虎の門だけですねうーんそうなんですねはいあのハワイハワイじゃないや 例えば沖縄だとか北海道とかそういうとこに行ったりとかして仕事するのも OK ではないああどうなんでしょうね。でもリモートワークできるからできそうですけど。うん。うん。僕はもうあまり関係ないんで場所自体は。うん。そんな感じですかね。はい、はい。というわけで今日のトピックなんですけど、えー、初の試み初の試みなのか。あのはい 僕らもともとモバイルでこう、ね、あのスタートアップ業界とかに入ってきたと思うんですけど、うん、今回はその原点に振り返る WWDC2022 年を見てのお話ですねはい素晴らしいえとプラットフォーム・ステイト・オブ・ザ・ユニオンを見て、えーまあ、どんな内容だったかみたいな話と、えー、僕が考えたことですねをちょっと共有できたらなと思ってます、うん、でこれイベント自体は 6月なんですね6月の6日から10日だったので、約2か月前のイベントで、うん、いや早くやれよって話だったんですけど、うん、えー、まあ、ね、最近思いついたアイデアなので、あの、まあ、それはいいかなと、はい。って感じです。はい。これって、あの、行かれましたちなみに、オンサイトで。行ってないです。ああ<ー>。そう、<や>久しぶりのオンサイトイベントでしたよね。はい、そうですよね。うん、行ってる人人も何人か 周りでもいたなと思ってたんですけど、うん、なるほど。はい、じゃあ全然自分ちなみに知らないのでめっちゃあの教えてもらえたら嬉しいです。<笑><笑>で僕もダブダブ見るのすっごいダブ,ダブ真剣に見るの久しぶりでというのもやっぱり大きいテックカンパニーだとなかなかそういうののトランジションって起きないしうん、うん、やっぱ古い行動と生きながら独自のオプティマイゼーションとかがありながらその中でどう ソフトエンジニアリングしていくかみたいなところなんで僕も結構、えー、取り残されてる部分はあるのでそういう意味ではいい勉強になりましたね。なるほど。でこれ、えーと、この WW では、えー、キーノートであのさっき今井さんが言ってた M2 が,がリリースされたんですね。はい。で、えー、そういう w w d c でした。ううんん で今回は3つのポイント、3つのカテゴライゼーションがあって、そのプラットフォーム、ステートアップとユニオンに関しては。えっと、まず、ビジョンから始まっていて、はい、でその次に、えっとなんだろう、プラットフォームのアップデートみたいなところ、システム的なアップデートのところ、で、最後に、えー、OS に追加された新しい API の話がされていました。はいうん、で最初の,あのビジョンから始まるんですけど、このビジョンが面白くて、うんえー 過去にカッティングエッジだったものが今ではベースラインになってると。で、そのカッティングエッジ、過去にカッティングエッジで今ベースラインになっているものって何かっていうと、そのアプリを作るときに使う、えー、Objective-C、えー、アップキットとか UI キットそれとインターフェースビルダーによる UI を作るという仕組み。その X コードの中で行われるこれらの3つの、ね、ハーモニーみたいなものが今では当たり前になってきたと。うん、だけど、さらなる通、抽象化を求めた結果、それが今では Swift、 オブジェクティブ性は SWIFT に置き換えられ、a p k i t UIKit は SWIFTUI に置き換えられ、X コードプリビューが、えー、インターフェースビルダーに置き換えられたと。から置き換えられたということが言われてましたと。で、うん、これらを、えー、より良くしていくんですっていうのがビジョンで語られてたところですね。で、やっぱり Sw SWIFTUI って、えっと、相互に影響されながら進化していっていて、 うんえー、オープンソースコミュニティともタイトなつながりを持ちながらやってるっていうのも新しいところですね。うん、SWIFTUI ってちなみにあの、X コード上でなんか、コンポーネントを構築するやつですか ?SWIFTUI はデクララティブな UI、えー、UI を、UI 定義ができる、うんうん、なんだ、フレームワークか、うんうん、ですね。なるほどで えっと、現その SWIFTUI の機能として、えー、プロパティ、バリューとか、バリューと、えっ、ー、と、バインドできるんですよね。うん。バリュープロパティか、プロパティたちと、えっ、ー、と、バインドができるので、えー、なんだろう、データがアップデートされたら、自動的にそれがフリフローするような仕組みになっていったりとか、うん、あとは、うん デクララティブに作って、それが何か変化したとき、例えば、if、if ステートメントとかも中に書けるので、えー、if ステートメントを書いたときに状態が変化していたら、それに合わせて自動的にアニメーションしてくれるとか、そういうのがついてくるものになってますね。なるほど、なるほど。で、x-code preview は、それを、えー、ランしなくても、ある程度、リアリスティックな形のプレビューができるっていうのが x-code preview。うん。ですね。うん、うん、うん、うん。 なるほどこれも一機能ってことですね。X コードプレビューっていう、まあ、そういうアニメーションとかを実行なんですか、要はコンパイルしなくてもなんか見れるみたいな感じなんです,、ね、そ,うですそうです、そうです。えっと最近だと iPad でビルドできるようになったりとか、この,この3つの組み合わせによって iPad でビルドして、うん、X コードクラウドっていう CI サービスが始まったので、アップルによる。で、これが WW 以降に始まって、 はい、それによって、えっと、iPad で作ったアプリもその Xcode クラウドを使うことによって App Store にサンミットできるようになったりとかしています、えー、あめっちゃじゃあインテグレーション進んだってことですねその辺のめっちゃ進んでますねで SWIFT においては結構そのアップデートはいろいろあってただこれオープンソースでやられてることなので、えっと、もうすでにリリースされてるものとかも含まれてるんですけど一番大きいのってその過去のバージョン そのモバイルアプリってバックワードコンパティビリティが大事だったりして、うんえー、バックワードコンパティビリティじゃないか、えー、と古いバージョンをサポートすることって大事になってくるじゃないですかそうですね、うん、でそのコンカレンシーがコンカレンシーその AsyncAwait が導入されたんですけど、うん、3年前にであ数年前にだ導入されて で、過去3年間にリリースされた全ての OS でこの AsyncAwait が使えるようになったので、皆さんそろそろ使っていきましょうみたいなのが最初のアップデートだったんですよね。ーで、AsyncAwait、これ聞いてる方で、えっと、よく知らないよっていう人に軽く説明すると、えっと、非同期処理を同期処理のようにかけるのが AsyncAwait。で、うん、えーっと、非同期処理のメソッドを呼ぶ前に Await、えっと、Await でつけることで、 ひどななんだけけ一行で書けるみたいな感じです、ね、ラムダファンクションとかを使わないでコールバックを渡せるみたいな、うん、そういうイメージですね。なるほど。うん、でこのやっぱオープンソースコミュニティとのタイトなインテグレーションがあって例えばその紹介されてたのが a s y n c a ル g o r i t h m というオープンソースパッケージでこれはその AsyncAwait を使って、えー、AsyncAwait を使ったアルゴリズムたちの、えー、総集まりパッケージみたいな。 でその中で出てくるのは、うん、例えば ZIP とかもそうなんですけど、えー、とその他にも、えー、ディバウンスとかスロットルみたいなそのタイムベースのアルゴリズムの、えー、と置き場所としてもなってるし、あとこれのいいところはクロ,スフクロスプラットフォームで作られてるオープンソースライブラリーなので、えーと、iOS だけではないっていうところとかが特徴ですね。えー、あでこんなものも。<で>はい。え iOS だけじゃないっていうと何ですか、まあ マックのアプリケーションとかそういうい話も出てすあと,、えっと、Linux コンパイラーがあるはずなので、多分そっちでも動くんだと思います。おー、なるほどこれはで。似たような機能、コンバインっていうのがあるんですけど、それは、えっと、プラットフォーム依存なんですけど、そういうものとはちょっと違うよみたいな感じで、Apple 主動のオープンソースライブラリということで、うん、あのこういうものも書かれてますよとか、ありましたね。うんうん、あと 新しい機能、言語機能として面白いのは、そのレジェックスリテラルのサポートですね。うん。で、あの、まあ、レジェックスのサポート、これいいところは、コンパイラーがその正しさをチェックしてくれていて、で、えっ、ー、と、型がついているんですよね。そのレジェックスでマッチ、マッチしたであろうアウトプットの型がついているので、はい。えー、タイプセーフですと。うん、うん,ん、うん。 でさらにレジェックス使うたびに、えー、チートシートを見る僕には最高なんですけどこのレジェックスビルダーというクラスが実装されましてリテラルを書かなく普通のレジェックスを書かないでも、えー、なんだろうな,なんか数字何個みたいなことを書けばそれでレジェックスが定義できるとあいいですね地味に便利ですねやっぱこういう正規表現何人だかんだでそうそう毎回何かを オンラインの、何ていうんですか、レジックスチェッカーみたいなやつで書きながら、あちゃんとこれ通った、通ってないとかやったらそうそうそう、うんああ。すげえ、ありがたいですね、こういうの。そうなんですよね。うん。そう。で、あとは、SWIFT 関連で言いますと、ジェネリックスですね。えー、ジェネリックスとプロトコルって、あの、SWIFT では結構キーになってる、えー、はい、部分で。 えと例えば、アレイは Sequence っていう、Sequence だっけね、コレクションかなコレクションか。えー、コレクションでなんかそのプロトコルを使って、えっ、ー、と、それぞれのクラスの機能を定義していくみたいな感じなんですよね。プロトコルをベースにした、えー、クラスデザインみたいな感じになっているので、うん、とても大事なコンセプトですと。で、うん、ジェネリックスが使いやすくなったっていうのは、 どういうことかっていうと、これノートには例が書いてあるんですけど、ここで説明すると、えー、っと、なんかプレイリストみたいな、そのソン、ソングっていう、えー、なんかジェネリックコレクション、だソングっていうその、なんかしらのタイプに対してのコレクションをファンクションで使う場合、それを引数として使う場合に、えー、っと、関数用にそのジェネリックスタイプをまず定義しなきゃいけないんですよね。<laughs> で、 え、それがソングエレメントだって定義するためには、その GenX タイプはコレクションタイプにフィットしていて、なので書くと、ウェア、プレイリストはコレクションです。で、さらに、そのプレイリストのエレメントはソングですみたいな書き方をしなきゃいけなかったんですけど、うん、えっと、新しいバージョンでは、そのサムっていうキーワードが導入されて、えー、今回の例だとサムコレクション、えー、そのエレメントはソングって書くだけで、えー、タイプの引数として定義できますと。おこれ、 あのノートにコードが書いてあるんですけどだいぶ短縮されるってことですねそ,のそうなんですよね <laughs> これまでは、えー、とファンクション用のジェネリックスタイプを作んなきゃいけなかったんですけどそういうのもなく直接何かしらのコレクションソングみたいな形で書けるのはかなりシンプルですねうんなるほどあと SWIFT 関連の進化で言うとえっ、ー、とーこれはあんまり あのピンときてないんですけどパッケージプラグインズっていうそのビルドタイムとかあと普通にコマンド何、うん、か何かしらのコマンドを定義してそれを自分で走らせることができるみたいなでリンターとかフォーマッティングとかに使えますっていうので紹介されてたものとかうん、うん、あとトゥーリングとかそのえっ、ー、と Swift、えー、の進化でいうと Swift に書かれたアプリのランチタイムが、うん、えとダイナミックリンカーの向上によって速くなるとかなんかそんな話も 出てましたあとは、えー、似たような感じで SwiftUI の進化ですねの話もしていて、えー、ナビゲーション UI が追加されて、えー、ナビゲーションスタックを定義してパスできるなので多分これあの僕見れて,てないですけどこれは新しい画面を開いた時にナビゲーションスタックとして、えー、開くことができるのかなって僕は思ってるんですけどそういうようなやつとか <laughs> あとはレイアウトこれまで制限として大きかった レイアウトってそのバーティカリースタックとかホリゾンタリースタックとしかなくてあとは上上揃え中央揃えみたいな感じでレイアウトを定義したのをはい、はい、グリッドレイアウトっていうのが導入されてさらにカスタムレイアウトもできるようになったのでもう完璧自由なレイアウトができるようになったと、はい、いうことらしいですグリッドレイアウトが今までなかったっていうのは結構面白いですよね <laughs> そうなんですよ割と一般的じゃないですかグリッドはい ないん,だなんか似たようなことはできたんですけどねあのそうそうでもグリッドレイアウトでもなくフローレイアウトみたいなこともできなかったんではいはいうんそれもできるようになりこれでレイアウトにおいては UI キットに追いついてきたかなって感じですねなるほどなるほどうんあとは UI キットで書かれたコレクションビューに対して SWIFTUI のカスタムセルが使えるようになるとかそこのインテグレーションが進んで、うん あとはチャートいうチャート、スイフトチャートっていうなんかチャート、バーチャートとか、そういうものの、えっ、ー、と、ライブラリーかなが、えー、追加されましたと。ほうほう。みたいな感じが、えっ、ー、と、SWIFT のアップデートですね。うん,ん。で、面白いのが、やっぱり、一番最初にスイフトの進化みたいのが来ているんですよね。言語としての。うん、そうそうそう、ダブ,ダブのステートフォームプラッ、あプラットフォーム えなんだっけプラットフォームステータアタユニオンの最初のアップデートが SWIFT なので、それは面白いなと。ただ、どれだけ実際この個人、まあ個人とかだったらそうなんですけど、会社で SWIFT を使っている人たちがこれらに対してどれくらい恩恵を受け入れられるのかなっていうのは、まだ僕はわかんないですね。うん。うん。あ、それは、 メタっってて話話でですすかそれとも世世ににに一一般一般的にあやっぱそこは結構難しいとこありますよねなんかこうキャッチアップで頑張んなきゃいけないところとあとやっぱり導入するにしても何て言うんですかねいきなりボーンってやれるってわけでもないんでどう使っていくかみたいなのを検討しなきゃいけないとこ難しさありますよねこういう。 そうなんですね。うん、その AsyncAwait だって別にこれまでの書き方でいいじゃんみたいなとこもあるしそうせざるを得ない場面って結構あると思うなんかライブラリーがサポートしてないとか,なんかそういうことであるような気もしていてうん、うん、どれぐらいこのリリースがインパクトフルなのかはなんか個人的にはまあ多分数年で変わってくるんでしょうけど個人的にはちょっと疑問ですねうんそうですねやっぱどう こういうの浸透するまではすごい、うん、時間かかりましたね。やっぱ数年間かけて徐々にっていう感じですよね。アシンク、アウェイトとかは。はい、まあ。タイプスクリプトっていうか JavaScript でももちろんありますけど、やっぱり、あの、もともとプロミスっていうので書かれてて、要はなんか、うんとなんていうんですかね。ゼンとかで繋いでいくみたいな。ジェンとかキャ,キャッチとかで、 ストリームみたいな書き方が、はい、まあ主流だったんですけど、まあ、最近ようやくそのアシンエイシンカウェイトが、まあ、一般的に普通に使われるようになってきたっていうのがあるんで、まあ、こういうのはやっぱ導入までは結構時間がかかりそうだなっていうのはありますね。うん、そうですね、うん、一方 SWIFTUI はこれは徐々にもうプロダクションで使うんじゃないかなって。 印象を受けていていいはいうん、あの僕もちょっと使ったことがあってプロダクトで、うん、そんなに困ったこと、まあ、なんかフレキシビリティがないとかなんかそういうのありましたけどなんか着々と UI キットをリプレイスする準備ができてきてんじゃないかなという印象ですねうん,うーんまああれですよね結局 Apple としてはやっぱり ス i f t UI を今後はもうみんな使って開発してほしいっていうところがあるんであるんですかねあるからそ,いやそうだと思いますそういうリプレイスメントもしやすくなってきたりとかうんしてるんですかねはいそうだと思います、うん、でこれあのシステムエクスペリエンスみたいな話で、えっと、出てくるものがだいたいそのスイフトネイティブですみたいなことが書かれていて例えばその 今回の w ブで紹介されたのが、ウィジットですね。あの、うん、えっと、ロックスクリーンのウィジットが追加されて、で、それは SWIFTUI で書けますっていうのは全面押しでしたね。うん、で、これ、うんうん、はい。で、あの、ウォッチのコンプリケーションって、これ、まあ、ウィジットみたいなやつ、ロック画面のウィジットみたいなやつも、このウィジットキットっていうウィジットで書ける、ウィジットを書くのと同じもので書けるようになったので、 うんえー、iPhone のウィジットとウォッチのウィジットがシェア可能になったとかそういうところでこう徐々に徐々に浸透を促しているような感じですねへえやっぱりそういう,なんていうんですかインテグレーションに関して言うとすごいアップルやっぱ強いですよねこうやってなんか強いですねウォッチとかも全部あ統一感を持ってこうできるっていうのすごいいいですよねととかだとやっぱり デバイスがかなりフラグメンテッドになってるし、うん、あとやっぱメーカーの強さとかもあるから、例えばサムスンとかやっぱ強いから、サムスンに特化したなんか仕様とかもあったりして、うんうん、果たしてその機能って使われてるのかどうかっていうのはめっちゃ謎だったりはするんですけど、うん、あんなんかやっぱこの辺のなんていうんですかね、うん、交通整理とかめっちゃやっぱ、 アップルならでは、iOS ならではのとこありますよね。そうですね。うん。なんか、そうなんですよ。そこら辺やっぱうまくて。うんうんうん。うん。あと、すごいなと思ったシステム関係のアップデートにすごいなと思ったのが、パスキーってやつなんですけど。パスキーあの、はい。これまで、えっと、パスワード、パスワードをリプレイする機能として紹介されていて、はい、えっと、バイオメトリクスを使って、パスワードを入力する必要なく、えー、 なんだ、ユーザー認証ができるっていう。うんんで、そのバイオメトリックスの登録も、バイオメトリックスによって生成されたキーかなんか使うんですけど、そのキーを生成するときにウェブサイトスペシフィックで作られるらしくて、うん、なので、えっと、フィッシングが、えー、事実上行えないっていうふうに紹介されてましたね。ああ、なるほど。 そうあのユーザーエクスペリエンス的には、ウェブサイト開いて、新規ユーザー登録しますって言った時に、えー、指紋とかフェイス ID で認証して、うん、それだけでパスワードを入れないでこう、ログイン情報が取れる、作れるみたいな。ああ<ー>。で、その情報がキーチェーンにしまわれてみたいな感じですね。はいはい。すごいセキュアでいいですね。そうなんですよ。これは面白いなって感じです。うん、うんいや。すごい、いろいろあるのな。そうなんですよ。 であとはニュー API として紹介されたなんかこれ、ここら辺小粒なんですけど、ニュー API は。あの、ウォッチ OS 用にのコールキットっていう、その、コールキットって、その名前の通りなんですけど、電話関連の API を提供している、えー、フレームワークがあって、うん、で、それを使ってウォッチ OS で FACETIME と同じような UI で、えー、VIP コールを実装できるようになりました、うんうん、みたいなとか、 あと t v o s これは Apple TV の OS のアプリにおいて、他のデバイスですね、iPhone とか Apple Watch のデータを使うことができるようになったりとか、そこの連携が取れるようになって、なので、例えばエクササイズアプリとかで iPhone のデータ、iPhone 持ってたらそのアクセラメーターでのデータを取って、それでエクササイズ変更させたりとかすることができたりとか、マップキットって Map、Apple マップが 3D、3D で街を表示できるようになったんですけど、 はい。それがデベロッパーも使えますとか、あとはウェザーキットっていう、えー、ロケーションを提供しないで天気情報が取れる。これ、プライバシー・コン,ンプライバシーに対する配慮ですよね。としての、えー、っと、ウェザーキットっていうのがて、えー、新しく出たりとか、あ、ロケーションを提供しないで天気が取れる。そうそう、天気が取れるんですね。みたいな機能とかも追加されていました。ははなるほど。結構細かい。 細かくやっぱりいろいろアップデートされてるですね。いろいろされてますね。<laughs> はい。いや、それやっぱ、<laughs> まあもちろん WWDC なんで、そこに向けていっぱいいろいろ準備してきたっていうのもあると思うんで。うん。けど、やっぱいっぱいありますね。そうなんですよね。ああ、こりゃしかし。いや、キャッチアップはほんと大変ですよね。うん。大変です。うん。全部別につ、全部別に知ってる必要はないとは思うんですけど。 あなんかいやす,すげえすごいなと思います普通に <laughs> これだって毎年 IO とか見てたわけじゃないですか今井さんもそうですねうんちょっとこれこれ大変これ俺この収録があったから見ましたけど、うん、なかったらみんなしんどいですねうんうん、うん、なんかまあ人からまた劇であこういう機能があるみたいのを聞いてあちょっと試してみるかみたいな はい、感じですよね。うん,うん。ふだんは、普段というか。うん、GoogleIO の時も、やっぱりまあ自分が気になっている分野と、まあちょっと試してみたいとか、そういうところは、まあ詳しく見て、まあ残りは、おいおいキャッチアップみたいなところは。<laughs> で、一生、一生キャッチアップが行われないやつですね。そうですね。まあ、キャッチアップしなくても、あんま困らなかったっていう <laughs> ところは <laughs>。 いやそうなんですよ。なんか実際この例えばスイフトの言語の進化って見てて面白いんですけどなんかどんどん問題になっていって、うん、どんどん新しい機能が追加されていって、うん、ただこれもう面白いけど実際のユースケースあんのかなとかって思っちゃうんですよねそ <laughs> うどうなんでしょうねうんまあけど iOS でやっぱアプリ作る以上は、うん、知ってて損はないというか うん、あのユースケース、iOS のアプリしかないにしても、ねえ、やっぱこれ知ってないとできないこととかもいっぱいあると思うんですよねこの、まあ、マップキットで 3DCT とかあーできるかって言われたらできないしみたいな感じですよね、うん、知らない確かに。うん、エンジニアとして知ってるからこそ、例えばプロダクトマネージャーとかと話ができるとかありますからね。そううですね、うん、うん ちなみにこういろんな iOS のアップデートを5オーバーしましたけど、リアクトネイティブを使っていた今井さんからするとそのネイティブアプリをこのご時世書くっていうこと自体についてはどう思ってますそうですね、まあ、まあ、うん、なんかこう二極化してるのかもしれないなとちょっと思ってて。<laughs> つまり すごく複雑でないアプリケーションだったら、多分リアクトネイティブとかフラッターで書いちゃった方がまあいいケースがあって、なぜなら、まあもちろんクロスプラットフォームで書けるっていうのもありますし、あとやっぱり、まあフラッターはちょっとそんなに詳しくないですけど、リアクトネイティブに関して言えば、まあ結構ベースとなっているところは枯れた技術使ってるから、まあそんなに何ていうんですか、サプライズがないっていうか、まあで上は 何ですかリアクトネイティブはリアクトだしタイプスクリプトだし、まあ、そんなに何なていうか、うん、あの大きな変更こ,ここに今まであったスイフトにあったような大きな変更とかないんですよねだから、うん、まああのなれ使えられてるっていう意味ではすごいまあ早く書けるんですけどこういう何ていうんですかよりその,ああのハードウェアとのインテグレートしたサービスみたいのを作ろうとするとやっぱり。 ネイティブでアプリケーション書かないと難しいですよねウォッチアプリとかの、うん、なんかこの API とかねやっぱり分からないでもリアクトネイティブ越しでできるかって言われるとちょっとよくわかんないですし、うん、だったりとかまああとファンやっぱアニメーションも、まあ、かなりあのいろいろできるんですけどリアクトネイティブもまあフラットはちょっと分かりません、まあ、リアクトネイティブは相当 あの高校数年での進化面を見張るものがあるんですけどやっぱりネイティブレベルでのアミュニメーションは素晴らしいものがあるので,でここにその SwiftUI みたいなのがあるとさらになんていうかユニークなユーザー体験が提供できるかなと思いつつもなんか今ってそのモバイルアプリケーションってどれだけそういう何ていうんですか 素晴らしい UX が求められてんだろうっていうのはちょっと考えるところが最近はあります。うん、例えばんでしょう ?TikTok とか、もうなんか、まあ、動画をこう見せるアプリで、あの、まあもちろんすごい技術も盛り込まれてると思うんですけど、そこにそのすごいユニークな UI とかがあるかって言われるとまあないのかなと思っていて、というかもうもはやなんですか割と 一般的なものになってきているのかなっていう気もしていてだからもう、うん、少しの,そのなんていうか飽和点というわけではないですけど到達していてだから今後なんかスイフトとか、まあ、コトリンもそうだと思うんですけどどういう風うに進化していくのかなっていうのは興味深いなと思ってますねそうですよね結局もうコモディティ化しちゃってるんでデバイス連携とか あと新しい機能 OS 機能によって差別化をしようとしてもそれがユーザーに対してそんなに価値があるものである可能性ってすごい低いんですよねうんうん SWIFT の進化っていう意味で言うと例えば WebSWIFT を Web で使うようにするとかあと違う環境でも使えるようにするあとスクリプティング言語としてのスクリプティング言語じゃないスクリプトを書くときに使えるライトウェイトな言語うん、うん としてての機能っていうかその使用方法みたいなのも促進していきたいっていうのがあるみたいでへえなのでなそうそうですねそういうところが今後広がるとまた違うのかもしれないですねはいうんやっぱりただそ,そうそう最近は <laughs> やっぱりたいうん JavaScript 系の言語がやっぱり強い。ああ、そうですね。そういうの強いなっていうのは感じるので、う,でね、うん。まあ、良くも悪くも、分は結構されてて、他のところに入れこう行こうとするとなかなか難しいみたいな感じではあるかもしれないですけど。うん。でも、これ自体はやっぱすごいなと思うし、うん。面白いなと思いました。はい。 あとやっぱ SWIFT 面白いのはそのオープンソースなんで、あの、どんな、どのように言語仕様が決まっていくかとか、内部実装が見れるとかそういうのは面白いですよね。おおあ、そっかそっか。そういうディスカッションも見れるんですか、うん、なんか。はい、見れます。ああ。あと、SWIFT をオープンソースにコ,コントリビュートを始めたい人たちは、なんかメンターメンティープログラムみたいなのがあって、はい。で、それでメンターがついてくれるらしいですよ。 えーすごい。ああ、じゃあ、ちょっと初めてのコントリビューションやってみようって時にチェーンしてくれるってことですかはい。で、なんかカテゴリーとかもたくさんあって、そのコンパイラーとかシステムデザイン、API デザインとかなんかいろいろあるんですけど、うん。その中で興味あるものを選んでメンタリングしてもらうみたいな。あ、めっちゃいいじゃないですか、それ。はい。うん。そんな無料でしてもらえるんだったら、無料ですかいや、多分無料だと思いますよ。うん。<laughs> うん、おー、すごい、それは。うん そうなんですよ、うん、やっぱりコ,コミュニティは強いですよね。うん。間違いないです。うん。そうなんだ。うんうん。はい。そんな感じでございます。本日は。はい、はい。ありがとうございます。はい、というわけで今日はですね、えー、WWDC2022、えー、のステ、えート・オブ・ u ユニオンについて話しました。 よかったら感想をハッシュタグトゥデイアイラント FM でつぶやいてください。お便り、ご感想、お待ちしております。はい、では、ありがとうございました。ありがとうございました。